こんにちは。元気にありがとうございます。熊本サプライズ熊本隊隊長のひろもです。さあ今日はここ第21回春日ボンブラ祭り熊本を盛り上げにやってきました。すごいね、たくさんのお友達がね来てくれてるけどね。始まった何？本当だ、美味しそうだ、美味しそうだね。でもまだほらオレンジ色になってない県がさ、緑だけまだ今はちょっと美味しくないかもしれない。もうちょっとね熟すの待ってからがいい。パワーじゃできんよ熊本、パワーじゃ熟成、もうちょっと待ってからがいいかもしれんね。さあね、今日もねまだね、もう12時だけどすごいね暑いので、皆さんちょこちょこ水分補給しながら熊本のステージ楽しんでいただければなと思いますけども、もう皆さん何か食べましたか？何か食べたい人、はい、何食べましたか？まだ食べてないかもしれんね皆さんね。そう、焼き鳥だったりね、あ、焼き鳥ね、あ、かき氷もあったよ、さっきあっち後ろに。そう、かき氷もあったし、ポップコーンとかもあったし、ポン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 、あとね、子供さんが喜ぶね、くじ引きだったりね、スーパーボールステイとかもいろいろあるし、缶バッジ作りだったりさ、そういうのもあったよ。そう、たくさんね、皆さんがね、催し物たくさんこちらあるので、よかったらね、最後まで楽しんでいっていただきたいなと思うんですけども、あ、そうだ、さっきさ、昔遊びっていうのもあったよ。え、そう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 、え、どこだったけど昔遊び、あ、あっちあっち、昔遊びっていうのもやってたって。そう、さ、なに、あ、僕もやりたい、くまモンも、どうかな、あの、やりたいそうなんですけど、いいですか？あ、いいよって、あ、やったー。じゃあ、くまも昔遊びやっていこうと思うんですけども、何、あ、よかったらいいですか？あ、けん玉だって、けん玉と、このやつなんだろう、この穴が数字の入ってるやつ、